トゥーグラ県はアルジェリアの県の一つ。県とはトゥーグラ。国土の東、サハラ砂漠に位置する。南北に細長い形をしており、人口は県中部を走る国道3号16号沿いに集中している。面積は約9800平方キロメートル。人口は約25万人。2015年5月27日、ワルグラ県北東部に設置された トゥーグラ準権を前進とする。2019年12月5日、単独の権に昇格した。ワルグラ県時代の軍の地図4つの軍と11つの自治体を管轄する。表の番号は右の地図と対応している。ABC、アルジェリア、オアカラ、シティポピュレーションで2020年9月14日閲覧。2015ジャーナルオフィシールデル LA。 レピュブリークアルジェリエン N29。2020年9月14日閲覧。コンセイユ・デラ・ネーション・アダプション・ジュ・プロジェット・デロイ・レラティブ・ア・エル・オーガニゼーション・テリトリアル・ジュ・ペイズ。アルジェリー・プレッセサービス。2020年9月3日、閲覧。パブリケーション・デラ・ロイ・ポートン・ラ・ヌーベル・オーガニゼーション・テリトリアル・デル・アルジェリー。アルジェリー・プレッセサービス。2020年9月5日、閲覧。 ありがとうございます。